サウスサイドフェスティバルはドイツのツットリンゲン近郊で毎年6月に開催される野外音楽フェスティバル。ロック、オルタナティブ、ポップ、エレクトロニックなど様々なジャンルのアーティストが出演する。同じ主催者によりドイツ北部で開催されるハリケーンフェスティバルは姉妹フェスティバルの関係で同じ3日間にほぼ同じラインナップで行われる。 サウスサイドフェスティバルのサウスサイドという名前は英語に由来しておりフェスティバルが開催されるドイツ南部を指している1999年にハリケーンフェスティバルのカウンターパートとして初めて開催された2000年にはネウハウセン・オブエクに場所を移したフェスティバルの主催者は FK ピースコーピオココ &DTK エンターテイメントフェスティバルの会場は 旧軍用地と空港の境内の80万平方メートルで構成され、4つのステージがある。2002年に観客数が3万人に達し、現在では6万人まで増え続けている。ありがとうございます。